はい、こんにちは、ビッグボーイです。それじゃあ今回もフォールアウト 4DLC ニュークタウンじゃない、いや、ヌカワールド続きやっていこう。前回はこのキッティキングダムで、悲劇のグール、オズワルド説得できなくて倒しちゃって、で、彼から剥ぎ取ったタキシードをね、もらったから、着てみた。このタキシードのね、素晴らしいところはなんといってもね、ハゲを隠せるこのハットだね。これでね、またね、ハゲをね、うまいこと隠せれるといいが、ちょっと後頭部ハゲてるな。よし。ただ、まあ、海兵隊アーマーに比べたらもちろん、防御力はかなり、これ、15しかないから、これだけはちょっと注意。まだ今回だけ来てこう。瞬殺されちゃうかもしんないけど、頑張る。で、ここの地帯はね、オペレーターズに割り振ったから、またね、報酬が来てるから、いただいちゃう。オッケー。で、前回多分どっかで手に入れた武器か、これ殺し屋のスナイパーライフルが手に入って、これね、レジェンダリー効果がね、付加してて、その効果がね、なんとロボットに与えるダメージが 50% 増加するっていうね、素晴らしい効果がついてるから、ヌカワールド結構ロボット多いから、使えそうなら使ってこう。で、今回は、言った通り、瓶詰め工場の制圧に行ってみる。またね、面白おかしいね、人がいたりするんだろうけど。ここ、キッティキングダムで、あっちはなんだ？方角が向こうか。あれ、キッティキングダムこんな広かったか、これ。こっちが正面入り口か。で、向こうのなんかゴツゴツしてるところ、なんかジェットコースターのレールがある。あ、向こうもジェットコースターある。で、これが工場だね。さあ、瓶詰め工場やってきた。ワールドオブ、なんだこれ。工場なんだよな、これ。ワールドオブリフレッシュメント。あ、ワールドオブリフレッシュメント。内部と外を一掃する。まず敵を排除だ。で、これは、この水路を、水路になんか船かなんか浮かべてて楽しむようなアトラクションだったんだろう。手が浮かんでんだけど。入り口ってなってたから。これ入れるのか、これ。あ、入れる。暗い。入った。ヌカコーラクアンタム。今ではヌカコーラクアンタムの川が流れています。上がってこい。お前と俺だけだ。ヌカコーラクアンタムはカロリー2倍、炭水化物2倍、さらに美味しさも2倍です。そしてこの驚くべき特許取得済みの青い輝きをご覧ください。何かいいことがあるか。これって特許だったの。しかもカロリー2倍ね、炭水化物も2倍。硬い。ヌカルーク、ここロボット出ないのか。今回ね、ダメージ食らいやすいから。痛い、ダメージがでかい。今ではヌカコーラクアンタムの川に流れています。10ミリピストル弾をね、補充しておいたから。ヌカコーラクアンタムはOK。炭水化物2倍、カフェイン2倍、さらに美味しさも2倍です。美味しさも2倍。この驚くべき特許取得済みの。でもこれ水なんだよね。青い輝きをご覧ください。水だね。20丸。今回はダメージをね、食らいやすいかも。くつろいでお楽しみください。さあ、中行くか。
リフレッシュメントね、骸骨落ちてるけど。ヌカコーラワールドオブリフレッシュメントにようこそ。今ではヌカコーラクアンタムの代わりのヌカコーラは、2042年に駆け出しの科学者である創立者のジョン・ケーレブ・ブラッドバートンによって始まりました。ブラッドバートン、お、エキスパート。素晴らしい。お、裏手に入った。ドア、やった。おお、ぬかルークだって。オッケー。冷えたぬかコーラダークを飲んで喉の渇きを癒す最高の体験をしてください。お、マネキンが動いてる。コカコーラより体に悪そうだなこれ。ぬかコーラ、アルコールの含有量は 35% です。 35%?それは飲まない方がいいわ。当たらない。これ裏手に来ちゃったけどいいかな。オッケー。うわー、でかい。またヌカルーク。危ない危ない。今回ね、装備が柔らかいからあんまりダメージを食らいたくないの。よし、助けに来た。助けに来たが、ちょっと待って。こいつらデリバラーで。オッケー。お、ちっこいのがね、狙いづらいんだな。ここ調合場では17種類の果物を少しずつ組み合わせてアルコールの含有量。ゲージ戦ってる。ゲージ戦ってた。ヌカコーラは。おお。ジョン・ケーレブ・ブラックバートン。瓶詰め工場従業員ターミナル。メモ。先にこっち行こう。いや、このモンスターはまずいでしょ、工場に。いや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 、気持ち悪い。ただのアトラクションではありません。あれ、ここはヌカコーラを実際に生産しているいくつかの工場の一つなのです。おお、こいつちょっと強いんだよな。危ない、行って。過激な会話。体力に注意。この柄のパワーアーマー持ってるけど欲しい。ただのアトラクションではありません。だってモンスターマックすげえある。実際に生産しているいくつかの工場の一つなのですが、それぞれの大きな機材を。なんだ、ロボットもいるの。ここ調合場では17種類の果物を少しずつ組み合わせて独特のヌカコーラの味を生み出しています。お、なんか変な音する。アルコールの含有量は 35% です。水量が増えたりすることはないね。ただのアトラクションではありません。ここはヌカコーラを実際に生産している。ボトルに炭酸ガスを注入し、いや、アナウンスがごちゃごちゃしてるんだけど。特別に見ましょう。わわわ、新しい製品ヌカコーラクアンタムを作っているのがここです。え、ここヌカワールドを代表してヌカコーラ。ああ。もっと知っていただきたいと皆様、青い輝きは見せかけではありません。クアンタムには核のエネルギーを与えて。あ、やばい、あいつアナウンスは一つで固定してくんないかな。特別にお見せしましょう。あ、違う違う、水は飲まない。あ、でもここの水大丈夫なよ、水。あ、あのロボットやばい。あのロボット強いの。死ぬ死ぬ死ぬ。あー、この装備はまずかったかな。OK、 ゲージがいい感じに、おとりに。まだ来る。もう終わり。このアサルトロン自爆かましてくるやつだよ。って、
幼虫が、妖精か。OK。さあ、ちょっとグダグダになったけど、死体がグニャグニャ動いてるんだよ。輝きは見せかけではありません。クアンタムには核のエネルギーを与えてくれる極秘の成分が含まれている。核のエネルギー。ヌカワールドを代表してヌカコーラを楽しみ、もっと知っていただきたいと思っております。クアンタム作ってるっていうならなんかありそうだけど、クアンタムじゃないものがある。ヌカワールドを代表して、もうない。ヌカコーラを楽しみ、もっと知っていただきたいと思っております。これは宇宙服か。どこかこの辺にクアンタム隠れてそうだけど。ヌカコーラを楽しみ、もっと知っていただきたいと思っております。それならそいつは放っておくが。うん、パレットだった。代表してヌカコーラを楽しみ、もっと知っていただきたいと思っております。ヌカコーラクアンタムはカロリー2倍、炭水化物2倍、カロリー2倍、カフェイン2倍、さらに美味しさも2倍です。全然違うところ来ちゃったな。この驚くべき特許取得済みの青い輝きをご覧ください。元の場所に戻った方がいいかな、これ迷いそう。特別にお見せしましょう。ここはコーラある。新しい製品ヌカコーラクアンタムを作っているのがここです。エキスパートか。ハッキング、いいね。よし、お現状非常電源、サブシステムへのアクセスができない。これもしかするとさっきのパワーアーマーじゃないかな。そんな気がする。皆様、青い輝きは見せかけではありません。クアンタムには核のエネルギーを与えてくれる極秘の成分が含まれているのです。ヌカコーラクアンタム、これもしかして。ちょっと待ってね、パワーアーマー取りに行こう。パワーアーマーのドアだったかな。おお、空いてる。どうぞどうぞ。ゲット。おレジェンダリー効果もついてる。さあ来ちゃおう。ジェントルマン姿見えなくなっちゃうけど、こっちなんだ。また2日前のヌカコーラクアンタムが特別に行きつけの店やレストランにやってくるのをお待ちください。同じところに通じてんのかな。おお、妖精。妖精は狙いづらいからこれで倒しちゃうね。まだいる。これで OK。連続キルで、まだいる。寄せ何も落とさないんだよな。こっちはなんだこれ、会場。おし、でタレットがある。まだある。迷うなこれ。マネキンランド。入れないか。おう、おう、幼虫がまだまだ。おう、ルック。地域の味をお楽しみ。あれ？あ、リロードしてんの。オッケー。おお、吹っ飛んだ。ヌカコーラワイルドをお飲みください。昔はさぞ面白そうなアトラクションだったんだろうな。モンスターが多い。お、ん？あれ？誰も来てないが、オッ
OK。さあ、パワーマー来てればね。パワーマー来てれば、上がってるね。防御力。で、ゲージ追いかけられてる。さて、先進めるか。西部では昔ながらのヌカコーラクロース。爽やかで愛国心にあふれるヌカコーラです。うん、まだいる。これ、弾が減ったら勝手にリロードしてくれるはずだけど、ちょっと遅い。OK。さあ、内部は一掃できたね。できたんだよね。できてなくね。妖精がまだうじゃうじゃいる。2044年ってことはまだ実現してないだね。リアルな西暦だと妖精がいい加減鬱陶しい。あれ戻ってきた。ああなるほど、繋がってるんだ。この上は何があった。道がたくさんある。あ、でここを通ったらね、元の場所に戻る。ここさっき通ったでしょ。さっきのクアンタムがたくさんあったところ、ここだ。クアンタムがたくさんあるからもらってこう。技術資料があった。あ、これ外か。瓶詰め工場今発見。内部は片付けたから今度は外を片付けた方がいいんだろうけど、もうちょっと内部探検したい。ぬかコーラがバンバン溜まってくる。降りれるね。あー、マイヤラーク死んでる。なんか無造作に落ちてるけど。おーおーおーおお、待って、カゴが荒ぶってる。カゴが、こっちはなんもない。これはターミナル、ドア操作。これ開けて敵が出てくるやつではないよな。どこのドアが開いたこれ。とりあえずクアンタム拾っちゃおう。クアンタム2個3個4個5678。こんな取りづらいとこに、こんな取りづらいとこに、これ取れないな。これ下にあるやつ取れない。グレネードで吹っ飛んでくんない。あのコーラ拾えない。しゃあない。え、ここに来たらクアンタム取り放題とかはないのかな。みんな死んじまってるけど。これが製造工場なのね。なんか色が似てるんだけどさ、ぬかるくぶち込んであったりすんのこれ。弾があった。あ、カセットテープあるよ。ダウニー伍長の報告書。こちらダウニー伍長、自分が知る限りラニア軍曹の偵察部隊の最後の生き残りだ。瓶詰め工場を制圧
圧しようとしてマイヤラークの新種にやられた。あんなものは今まで見たことがない。青く光ってとても強い。これまでに遭遇したどの連邦のマイヤラークよりも強力だ。この場所でクアンタムが活動しているに違いない。奴らの巣に侵入したら溢れ出してきた。退却する途中マイヤラークどもの一体が足を持ち去ったに違いない。クレイ上等兵に助けられた。基地に警告するよう彼に頼んだが、ここに悲鳴が聞こえてきた。助けが来ないのは分かっている。マイヤラークの卵のための食料にされるのはまっぴらごめんだ。自分の手で始末をつける。こちらダウニー伍長、更新終了。ここのマイハラクに倒された人の通信記録。あ、これ開けれない。これもあれだな、ヌカワールドの主電源動かさないと開けないっていうドアだ。まだなんかあるか。あ、戻ってきた。クアンタムゲットしたしょ。お、とっと地雷があった。ここは通ったか。ここ通ったね。あともう一つ行ってない場所があったはず。こっちは？あ、ここね。ここまだ行ってないから、ここは最後だ。西部では昔ながらのヌカコーラクオーツ、爽やかで愛国心にあふれる東ヌカコーラビクトリーなど地域の味を。あれでもここのタレットがぶっ壊れてる。あ、上に出てきた。じゃあこれで全部通ったね。ミスター・ブラッド・バートンはついに夢を実現し、ヌカ・コーラが誕生しました。ヌカ・コーラが誕生しました。よし、瓶詰め工場制圧完了。ヌカ・コーラワールド・オブ・リフレッシュメントにようこそ。で、ああ、夕日が綺麗。今度は外側を制圧。白とあるわけだけど、外ってことはちょっと周り外周回ってみるか。さあ反対側にやってきた。あ、なんか見えてる。なんか見えてる。あれ生きてるよな。あれ生きてるもん。身を張ってくれよボス。あ、全然食らってないもん。さっき出てたのはあの辺のコンテナだ。このね、マイヤラークやたら強いから、バンバン倒しちゃって、クリティカル。お、謎の人物ね、パークのおかげでやってきやすくなってる。ヌカルークたくさんいるな。入れて。うー、爆発ピストル。バッツで。おお、謎の人物。謎の人物ほんとやってくるな。え、待って、セーブ。ちょっと待って、タイムセーブしよう。てまずこいつらを。おお、勝って。ちょっと待って、過激な会話。あ、パワーマーならね、防御は大丈夫だろう。リロード。あの親玉をね、倒さないといけない。親玉どこ行った。
オッケー。クイーン、クイーンあそこだ。先手必勝といきたいから、ちょっと待って、先にフュージョンコア交換しよう。よいしょ、よし、交換 OK で、薬物で、薬物、ジェットと中毒になった。中毒になって、で、この際だからクアンタム飲んじゃう。よし。あ、硬いな。おらおらおら。これ弾なくなるな、先に。リロードあと23発。弾切れたが、もう少しで倒せる。バッツ、あと少し。よし、倒した。デカブツにはやっぱりって中毒になっても構わないからね。薬物漬けになって倒しちゃおう。さて、制圧は OK か、これまだいる。何か、ほら、いたな。ん？キング？あれでも そんなに強くない。もっとうまくいくやな。クイーンが一番強かった。まだいるはず。ここはさっき通った。今のやつはこれか。え、どこだ。おった。最高だね。キング小さいな。あと1、2体なはず。おっと、びっくりした。おった。オッケー。さあ、もう一体、もう一体そこか。え、そんな棒読みで言われても。さあ、倒した。よし。あ、ここはこんなもんで終わりか。特に誰かが支配してるわけではなかった。あ、またカセットテープある。ボストンが攻撃された。これは、ケイジーのパスワード。これだ。ん？あ、ん？見れるわけじゃない。どっかで使うのかな。旗はどこだ。旗は、旗は上の方にあるはず。あれか。もう敵はいないね。さあ、どんどん上行っちゃおう。ラジオ。お、フュージョンコアあった。
さあ上へ参ります。日も沈んじゃったな。もうでこれだ。さあじゃあとりあえずパックスだね。ここはパックスにあげよう。もうこの際残り2つのパーク確保しないでこれでいいんじゃないか。もうこれでもう平等に振り分けられてるんだから。さあレベルアップ、ワールドオブリフレッシュメント、リフレッシュメント完了。あそこにクイーンがぶっ倒れてる。さあパワーマーだから降りちゃおう。よっトイショット。さあこれで制圧は OK だね。よしじゃあ今回ここまでにしよう。次回はじゃあドライロックガルチ。もう均等にパーク振り分けられてるからもうこれ以上取りたくはないところだけど、次回はじゃあドライロックガルチを どっち方面だろうな。ここを確保してまあ多分また順番に均等にギャングに配属させるとなるとパックスがね不満を言い出しそうな気がするんだけど、まあそれはそれで仕方がない。どうなるかもちょっと気になるからそういう感じでやっていこう。じゃあ今回はここまでで、はいご視聴ありがとうございました。